はい、本事業の課題、課題管理協力者を務めております、広島大学両生類研究センターの鈴木です。よろしくお願いします。熱帯爪ガエルは古くから発生生物学のモデル生物として汎用されてきたアフリカ爪ガエルの禁煙種です。原産地はアフリカ中西部となっています。熱帯爪ガエルはアフリカ爪ガエルと同様に コストパフォーマンスに優れた脊椎動物の特に子足動物のモデルとして、細胞生物学や生理学などの様々な分野でも研究に活用されています。また、小さな2倍体ゲノムを持ち、その配列がほぼ完全に解読されていること、生成塾に要する時間が6から8ヶ月程度と短いことなど、遺伝学的研究に適した特性も備えています。 さらに、疾患関連遺伝子の約8割が保存されていることなどから、近年ではヒト疾患モデリングなどにも利用され始めています。遺伝子の機能解析については、ISC-1 メガヌクレアーゼ法を用いることにより、簡便かつ高効率なトランスシェンシスが、ファウンダー個体においても可能となっています。また、ゲノム編集については、 クリスパー・キャスナイン法を用いることによって、こちらもファウンダー個体において標的遺伝子を体細胞の90%以上で破壊することが可能となっています。広島大学両生類研究センターは、NBRP 熱帯爪ガエルの中核的拠点として、野生型均衡形や遺伝子組み換え系統といった生態リソース、そしてプラスミド DNA やゲノム配列情報といった 非生態リソースを収集、保存し、研究者コミュニティからのリクエストに応じて提供しています。また、マイクロインジェクションやゲノム編集、低コストな飼育方法などに関する技術講習会や学術シンポジウムなどを毎年開催しています。さらに、外部機関の研究者が利用できる共同利用実験室を設置しています。 希望者は学内の宿泊施設などに滞在し、スタッフの支援を受けながら熱帯爪ガイルを用いた実験を行うことが可能です。ここから提供リソースの紹介をしていきます。まず野生型均衡系については、2010年にゲノムが解読されたナイジェリアン A をはじめとした4系統を提供中です。 近年最も提供数が多いのは性格がおとなしく発生が際立って同調的で成長の早いナイジェリアン BH になります他にも体サイズが大きく産卵数が多いナイジェリアン H ややや遺伝的距離の離れたアイボリーコーストを提供していますまた最近では均衡系と比較して頑強な性質を備える F1 ハイブリッドも提供を開始しています。それぞれ様々な実験用途に適した特徴を備えていますので、選択に迷う際はお気軽にご相談ください。ゲノム編集変異体については、チロシナーゼを破壊したアルビノ変異体を提供中です。また、皮膚移植などに拒絶反応を示さない強線欠損系統も提供を開始しています。 様々な機関で蛍光タンパク質を発現するトランシェニック系統についても準備が整い次第提供を開始する予定です生体リソースの提供価格は国内アカデミック向けの場合1匹160円から1270円となっています次に非生体リソースですがここではインサイ中ハイブリダイゼーションのプローブ作成や メッセンジャー RNA の合成に用いることができる CDNA クローン、そして野生型均衡系のゲノム DNA やトータル RNA を提供しています。さらに遺伝子導入実験に用いることができる各種ベクターを提供していますので、興味をお持ちの際はぜひホームページのデータベースをご確認ください。また2018年度には NBRP のゲノム情報等整備プログラムの支援を受けて、野生型均衡系の全ゲノム配列を解読し、系統間のスニップ構造多形を解明しました。この変異情報はすでに NBRP 情報センターが管理するゲノムブラウザ上に実装され、公開されています。また、世界的な詰め替える研究のデータベースである全ベースからも利用可能となっています。 また、先に述べたように、均衡系が有するゲノム多形情報が明らかになっていますので、両生類研究センターでは、系統間に見られる表現系の際の検証も進めています。これまでの解析によって、体サイズや体型、四子の末端構造の変化が確認されています。また、それらをマイクロ CT 解析により、3次元画像化する試みも進めています。 最後に提供するリソースを活用して得られた最近の研究成果をご紹介します。山形大学の越智春樹先生のご研究では、人尿細管をモデルとした基幹再生の分子機構に関する成果が得られています。この中で越智先生は、アリート 3A と呼ばれる転写因子により再生過程で活性化されるシス調節配列の同定に成功され、ELIFE にご発表されています。 また、東京工業大学の田中美希子先生のご研究では、手足の発生過程で水かきの有無を決める士官細胞肢において、細胞中の活性酸素、さらに環境中の高濃度の酸素が必要であることを発見され、デベロップメンタルセルにご発表されました。他にも、ここにお示しするような様々な研究成果において、熱帯爪ガエルが提供するリソースが活用されています。 最後になりますが、熱帯爪ガイルを用いた研究に興味をお持ちになられましたら、ぜひホームページをご覧ください。総合受付のメールアドレス、内容別お問い合わせ先はご覧の通りとなっています。ご清聴ありがとうございました。